吉本文博は、広島県広島市出身の元プロ野球選手、セリーグのプロ野球審判員。1991年から1994年の登録名は吉本武博。審判員袖番号は4山陽校から1987年オフに、ドラフト外で横浜対応ホエールズへ入団。瞬速、強権のない野手との評判も、 同じく高卒ドラフト外入団の同期であった、新藤達也とは、対照的に一軍出場はないまま1994年、限りで現役を引退。1995年にセントラルリーグ、関西審判部入局。袖番号は1995年から2003年までは44、2004年から2010年までは11、2011年以降は4。 2020年シーズン終了までに通算1,575試合に出場している。2006年のオールスターゲームに出場し、第一戦で球審を務めた。2008年にはセリーグ会長特別表彰の審判員奨励賞を受賞することが決まった。2009年にクライマックスシリーズ初出場。2012年に日本シリーズに初出場、第二戦で球審を務めた。 2014年7月31日、広島東洋カープ対中日ドラゴンズ14回戦で一塁塁進を務め、通算戦試合出場を達成した。2014年9月2日、吉本が球進を務めた横浜 DNA ベイスターズ対阪神タイガー,アース戦において、今成り良太が逆転サヨナラタイムリーを放った際、二塁、奏者であったマット・マートンのホームベース上での、 クロスプレーの判定をめぐって、試合終了後にも抗議をし、吉本に体当たりをしたため、DNA の中畑清監督を暴力行為があったとして、退場を宣告した。退場宣告後も激しい抗議を続けた中畑監督に対して吉本自身も強く言い返し、試合終了後にもかかわらず中畑監督と激しい口論となった。余談ではあるが、 メッセンジャーの引退試合で球審を務めたのも、吉本であった。2017年6月9日のオリックスバファローズ対、中日ドラゴンズ1回戦で一塁塁審を務めた。この試合で、クリス・マレーロ選手が、左中間スタンドにフェンスオーバーの打球を放ったが、松井雅人保守から本類空すぎのアピールを受け、本類をカバーしていた吉本が、マレーロにアウトを宣告した。 2018年シーズンからは、休診時は、シザーススタンスで構えるようになった。2020年6月23日に、楽天生命パーク宮城で行われた、東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ1回戦で三塁塁進を、務め、NPB 審判員、史上95人目となる、通算1500試合出場を達成した。 2021年シーズンにより、サブクリューチーフに昇格。吉本文弘審判員先試合出場達成の、お知らせ日本野球機構公式サイト、2014年7月31日、中畑監督さよなら退場、球審に、体当たり日韓スポーツ2014年9月3日、吉本文弘審判員、通算1500試合出場達成のお知らせ。 日本野球機構公式サイト、2021年7月23日1991年の、ご年広と西武ライオンズの藤野聖豪との交換トレード時に、藤野が43番を着用したため、ごが着用していた59番に変更したもの。ありがとうございます。